はい、皆さんこんにちは、榊篤史でございます。6月は13日火曜日ですね、確か。そうですね、はい、大丈夫です。行きましょう。連合ニュースというサイトがございまして、愉快なお隣さんのですね、通信社ですね、日本で言えば共同通信とか時事通信とかにあたるところでして、ご丁寧に日本語のサイトを作っていただいてまして、あれですね、おおよそ大体のニュースは日本語になってるようですね。はい、そこにですね、今日の15時8分に出ました記事ですね、ユン大統領中国大使の発言に不快感、不適切な振る舞いという記事でございまして、そんなに長くないんで読んでいきましょう。韓国のユン・ソンニョル大統領が13日の閣議で、中国のケイ・カイミン前韓あちゃうわケイ・カイミン中韓大使が韓国の外交政策を批判する発言をしたことについて、外交官として相互尊重や友好促進の態度があるのか疑わしいと指摘したことが分かった。閣議で言うたことは何ででも通信社で分かるんでしょうね。そこに参加した人がですね、大統領こんなこと言うたはったでって言うてるんでしょうね、きっとね。複数の出席者が明らかに、そうですね。閣議の出席者というのは閣僚です。つまり大臣ですね。口軽いやん。それがわざとでしょうかね。はい。ユン大統領は大使の不適切な振る舞いに国民が不快感を抱いているとも述べたという。ケイ氏は8日韓国最大野党共に民主党イ・ジェミョン代表と面会した席で、ケイ氏というのは中韓中国大使です。席で一部では米国の勝ち中国の負けに欠けている、張っているということですね、弁当しているということです。勝ちですギャンブルですね、欠けているとして、なんと品のない言い方でしょ。中国の外交官もね、韓国の外交官もね、北朝鮮なんかもっとそうですけど、本当品のない言い方するんですよ。外交ってね、上品にやらなあかんんですよ、基本は。基本は上品にやらなあかんんですけど、なんか嫌ですね。同じ東アジアの国ですから、あいつらみんな品がないねんって言われるの嫌やん。日本の外交官はそんなこと言わないと思うんですよ。でもね、本当にね、韓国と中国と北朝鮮にか、まあロシアもそうですね。ロシアはね、昔のロシア、帝政ロシアの時はマシやったと僕は思うんですけど、ソ連という分断の時代があったでしょ。長らく共産主義の70年にわたって共産主義やったんですよ。その間にですね、品を書きましたね。だから今のロシアの言い方でほんまに品ないですね。同じことをね、言うてもね、上品に言えばいいんですよ。わざわざ下品な言葉を使う必要はないわけですよ。下品な言葉を使うと、その人、その国の品格が落ちるんですね。だから、ほんまにもしゃあない連中ですね。だから中国と韓国がやってるわけだって、勝手にやるやつの世界なんですけどね。一部では米国の勝ち、中国の負けに欠けているとして、誤った判断であり、後で必ず後悔すると述べ、波紋が広がっている。中国はね、韓国に対して、ね、非常に侮っています。自分たちの属国ぐらいの意識なんですよ。もう小突き回してます、はっきり言うて。韓国外交部は9日ケイ氏を呼んで厳重に警告。大統領室高官は12日大使の架け橋の役割が適切でなければ本国と駐在国の国家的利益を損ないかねないと批判した。大統領室高官は連合ニュースの取材に、大使の発言の内容、その発言が出たいきさつなどを厳重に見守っていると述べた。
これね、共に民主党というその野党ですね、多数野党なんですけど、イ・ジェミョンというトップがいまして、こいつは、まあ、どうしようもないアホなおっさんなんですよ大統領選で敗れたんですけどね。でこいつがですね、呼ばれてですね、中国大使にホイホイ行ってですね、それをネットで生中継したらしいんですよ。でその過程でそう言われてるんですよ。アホですね。言われてるということは自分の国の体面を汚してるわけなんですよ。でたとえ野党の代表といえどもですね、その国の代表として会うわけでしょ、大使とは。ある意味野党の代表ですけども、国を代表してるわけでもあるでしょ。高等の党首ですからね。しかも国会多数党を握ってる。でそいつがヘラヘラしながら中国大使とそんなこと言われてるのをヘラヘラしてたんですね。だからこれじゃイ・ジェミョンの支持率はガーンと落ちてるはずなんですよ。アホですね、ほんまに。いや、もともとアホですよ、イ・ジェミョンって。逮捕状も出てるんですよ。だから国会議員ということで逮捕を免れてるだけでですね、今のですね、福島の処理水の放流に対してもですね、先頭に立ってギャーギャー騒いでるのがこのイ・ジェミョンというアホなおっさんなんです。野党党首ですけどね。で満天下に恥をさらしたわけです。でこれについてですね、お隣さん政府はこの経緯大使を呼び出して、お前それは不適切やろっていうあれを、なんて言いますかね、抗議を行ったわけですね。そうしたら間髪入れずにですね、北京にいる韓国大使が向こうの外務省に呼ばれてまた抗議を打ってという経緯を受けて、この今ユン・ソンニョル大統領が閣議でですね、大使の不適切な振る舞いに国民が不快感を抱いているというふうな発言をなさった。でこれを閣僚が漏らしたわけですね。多分これだから任意にというか、誰か言うといてと言われて、じゃあ僕言っときますとか言って漏らしたんでしょうね。でということはまだ欧州は続いているということなんですよ、やり取りがね。でこの次は中国が何かするはずなんですけど、まあ、ここで黙ってくれればですね、この問題は沈静化と、まあ、こういう経緯がありましたねということで済むんですけど、黙るでしょうかね。今の中国はこういうことをですね、うやむやにはですね、しにくい雰囲気があるんではないですかね。特に今ね、中国がやろうとしているのはですね、米韓離間策なんですね。アメリカと韓国を引き離そうという工作を盛んにやってるわけだって、餌をいろいろつけてるんですね。でそんな時にこれが起こってるわけなんですよ。どう対処するのかということですね。もう場合によってはですね、もう抜き差しならない対立になるかもわかりません。で実は韓国の人々って中国嫌いなんですよ。場合によっては日本よりも嫌いかもしれません。まあ日本も嫌いなんて当たり前ですけど、もう彼らの何割かは日本に来たことがあるんですね。で表面的には日本なんか嫌いとか言うと言うたから、実はまた行こうまた行こうとか思ってる人が多いわけなんですよ、向こうのね、お隣さんの人って。でも中国に対しては本心で嫌やなと思ってる感情を抱いてる人結構いるんですね。でやっぱしね、千何百年にわたってですね、小突き回されたというやっぱ記憶があるわけですね。そんな日本の引いちゃいますよ、はっきり言うてだからですね、これね、マグマが溜まってちゃ溜まってるわけですよ、お隣さんの心の中には千年以上の恨みが溜まってるわけですね。それがですね、今もしかしたらこのままいろいろな形で出てくるかも分かりませんね。ふつふつとしてます。ただしですね、経済で依存状態にあるというのは否めません。中国に要産物を売ってるわけです。あるいは買うてるわけです。で相互依存というのもあります。だからですね、本気でどつかいはできないですね。だからどこそこで収めるか両方ともメンツの国なんですね。両方ともメンツの国なんでですね、このメンツを立てるというのはメンツ同士でメンツやるとですね、どうなんやろうと。大体いつも韓国は負けるんですよね。悔しいと思いながら負けるんですけども、まあまあその逆恨みで日本をなんかやりに来たりするんですけど、勝手になるべくそっちでやっててねという感じがしますけども、はい、ということでございまして、ですね、この連合ニュースの今読みましたですね、全部一応読みました。
このアドレスを貼っておきますんで、確認をされたい方は言ってみてください。ユン大統領、中国大使の発言に不快感という記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。